せっかくコストをかけたんだからもったいないという心理が働きますよね。この心理を逆に利用してやれということです。もうすぐ夏がやってきますよね。マネージャーが可愛いから同じ空気吸いたいね。さあ吐き出せ。サンクコストの心理効果が自分に有利に働いて、あなたの背中を後押ししてくれる。今回の動画を見ると合理的な意思決定ができたり、仕事に楽に熱中できたりします。物事に見切りをつけられないとか、やるべきことを分かっているのになかなか動き出せないとか、そんな人におすすめな内容になってます。行動経済学の分野でとても有名な理論であるコンコルドの誤謬について今回は詳しく解説をしていきます。あなたの動画を見る時間を決して無駄にはしませんので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。まずは本日のまとめからいきましょう。はい、まとめはこちらです。コンコルドの誤謬とは、埋没費用、すなわちサンクコストに意思決定が惑わされてしまう心理的傾向のことです。この傾向を知ることで合理的な意思決定ができるようになります。またこの傾向を知ることによってやるべきことを楽にできるようになります。こちらの内容が導き出せるのはなぜなのか、文献や具体例をもとに見ていきましょう。改めましてビジネスパーソン予備校、略してビジ予備。このチャンネルではビジネスパーソン向けに明日から使える知識やスキルを分かりやすく解説をするチャンネルです。講師の純喜と申します。普段は IT の会社を経営しながら、様々な会社のコンサルティングを行っております。このチャンネルには3つのいたしませんがございます。ビジネスの現場で使えない話いたしません。書籍や論文に基づかない話いたしません。ただ単純に自分に有利な話いたしません。この3つにこだわって今後も動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をして一緒に学んでいきましょう。本日の内容のコンコルドの誤謬ですが、ビジネスパーソンスキルのうち、どこに位置づけられるのかをさらっとお話しします。位置づけは基本スキルや専門スキルに関係してくる内容です。もう少し掘り下げますと、今回一緒に学ぶ内容は、自分自身が論理的な思考をする上で大切なポイントになる内容であり、他人の思考の癖を知ると、そういった意味合いではマーケティングにも活かせる内容になっています。実際にコンコルドの誤謬をマーケティングに活かしている事例はよく聞きます。参考文献はこちらの通りです。概要欄にも記しておきますので、興味のある方はぜひ何冊か読んでみてください。どれもとても面白いのでおすすめです。それでは本日の内容に入っていきましょう。まずはコンコルドの誤謬について解説をしていきます。パチンコやったことはございますか？これから出てくる2つのケースを比較して、どちらが比較的やめやすいか、途中でやめやすいかというのを考えてみてください。青いグループは3000円を使っていて、大当たりがなかなか出ません。一方、赤いグループは3万円も使ってしまっていて、一向に大当たりが出ないということです。むっちゃきついですね。パチンコは本来、大当たりが出る確率は常に一定のはずです。ですので、3000円使ってる人も、3万円使ってる人も、次に大当たりが出るという確率は常に一定のはずなんです。ですが、よりやめにくいのはどちらでしょうか？おそらく皆さん感づいていると思いますが、一般的に3万円つぎ込んでいる人の方がやめにくいというふうにされています。今やめれば確実に被害は少ない。しかしできない。分かっていても、やめることなんてできやしない。あんなにつぎ込んでしまった後ではな。そんな非合理的な行動を説明できる理論。それが、コンコルドの誤謬なんです。ちなみにこちらは行動経済学で研究されている内容になります。ここで行動経済学についてもさらっと触れますね。行動経済学とは、経済学の数学モデルに心理学的に観察された事実を取り入れていく研究手法であると、ウィキにいろいろと書いてあるのですが、図で表すとこのようなイメージですね。経済学と心理学が交わってくるようなイメージ。2つの円が交わってくるところです。そして経済学では、人間が常に合理的な判断をするという前提のもとに経済現象を研究する学問だと言われていますが、一方行動経済学では現実的な心理に基づいた判断を研究しています。我々は皆人間ですので、常に合理的な判断をするとは限らないですよね。先ほどのパチンコの例のように、一見すると非合理的な意思決定について研究されている学問です。そんな行動経済学で研究されている理論、コンコルドの誤謬について本日は学んでいきましょう。ちなみにここで誤謬というのは、過ちなどという意味です。めっちゃ漢字が難しいですよね。ですが内容は簡単なのでご安心ください。コンコルドの誤謬について調べると色々出てくるんですが、簡単に申しますと、お金や労力をかけたものほど執着してしまうという人間の思考の癖です。これは人間であれば誰にでもあるようなことなので、ぜひ知っておいた方がいいです。コンコルドの誤謬はコンコルドの過ちといったような別名でも呼ばれます。ここで既に使ってしまったコストのことをサンクコスト、埋没費用と呼びますので、こちらもテストに出ますのでぜひ覚えておいてください。さあ本来合理的な判断をしようとすると、これまでかけたコスト、つまりサンクコストにとらわれず、現時点での費用対効果について考えるべきですよね。
ですが、かけたコストを取り返さなきゃと思ってしまって、その事実が自分の判断に影響を与えてしまうというような、そういう心の癖のことです。様々な書籍で研究内容や論文が発表されていますが、今回はファスト&スローという本から具体例を紹介していきたいと思います。左手は添えるだけ。そんなバスケの試合が好きな A 君と B さんですね、2人がいるとします。それぞれバスケの試合に行くのが好きだとしましょう。今回そんな2人がバスケの試合に行こうと思うんですけども、そこで違いが1点だけあって、 A 君は自腹、 B さんはチケットを友人にもらったんです。その状態で試合当日を迎えるんですが、なんとあいにくの天気、悪魔的吹雪、行くだけで死を覚悟するような、そんな状況。さあ、ここで吹雪の中でも試合を見に行く、そのような決断をするのはどちらでしょうか。なんとなく想像はついているかと思いますが、正解は A 君ですね。ここでこの判断を説明するために、2人が意思決定をする際のコストとリターンをそれぞれ整理していきましょう。整理するとこのようになります。コストはまず A 君のみチケット代、吹雪の中外出する気力や体力とか、移動にかかる交通費や時間、そしてそもそもの観戦時間、これらがコストですね。そしてリターンは2人とも楽しみにしている試合を見るということによる満足感です。ここでですね、 A 君はすでにチケット代というものを払ってしまっているので、A 君の場合チケット代というものがサンクコストになります。で、 A 君の場合はこれを払ってしまったものだから、これを取り返さないといけないというふうに思ってしまって、吹雪の中外出するには他にも多大なコストがかかるにもかかわらず、リターンを得るための行動をすると。そんな A 君の行動を説明するのがコンコルドの誤謬と呼ばれる現象です。ではパチンコの例に戻ってみましょう。大当たりが出る確率は一緒であるにもかかわらず、3000円の時点では運がなかったんだとさらっと手を引けるが、3万円だと取り返さないといけないというふうに思ってしまうということで、すでに払ってしまったコスト、つまりお金や時間、それが大きいから途中でやめることができない、そういうことです。まさに沼、人食い沼。さあ吐き出せ、お前が食らってきた三者の金、命、魂、希望、絶望の涙、その全て全部吐き出せ。はい、こちらはご存知でしょうか。超音速旅客機コンコルドです。なんと通常の旅客機よりも2倍以上の速度で飛行できる旅客機ですね。本来パリからニューヨークまで飛ぶのに8時間以上かかるのですが、コンコルドはなんと半分以下で飛びます。そして全席がファーストクラスというVIP だけが乗ることのできる仕様になっておりまして、まさに夢の飛行機だったんですが、ビジネスとしては多くの欠点を抱えていました。燃費の悪さ、騒音問題、席数の少なさなどから、実は採算が合わないことがかなりの初期段階から分かっていたんです。にもかかわらずですよ、すでに開発で膨大な時間やお金を費やしてしまっていたので、ここまで来てやめられるかボケっていう風になっちゃったんですよ。その結果どうなったと思います？コンコルドのこの事業は赤字がどんどん膨らんでいきまして、圧倒的負債を抱えるようになり、そのまま事業の存続をすることができずに、その歴史に幕を下ろしたんです。この飛行機事業の失敗談から、サンクコスト、つまりこれまで費やしてしまったお金や時間についてとらわれてしまって合理的な判断ができなくなると、その心理的な傾向のことにコンコルドの誤謬という名前がつきました。人間には誰しもこのような思考の癖があります。コストをかけると取り返さないといけないというような心理が働くんです。言い換えるとハマってしまうということなんですよ。恐ろしいですね。ではここでこれを知って、じゃあどう生かすのかと、ということなんですけれども、誰にでもこういう思考の癖があるんだったら、それを理解して先回りしてしまえばいいですよね。ではここからはコンコルドの誤謬をどのようにして活用していくのかについてお話をしていきましょう。活用法は2つあって、まずは1つ目から。合理的な判断。コンコルドの誤謬の存在を知ることによって、サンクコストに惑わされずに合理的な判断をしようというものです。具体的な話をします。読書、皆さんは好きですか？僕はめっちゃ好きです。では Amazon で検索をして、今の皆さんの仕事に必要なスキル、知識を学ぶために本を購入して読むということを考えていきましょう。
当初の費用対効果を図にするとこのようになります。ここでは本の値段は3000円だとしますね。ビジネス書だとこのぐらいはすると思います。そして当然 Amazon で検索をして探した労力もかかってきますし、読んで内容を把握するのに9時間かかることとしましょう。この場合はコストを整理すると探した労力と3000円と9時間になります。対して得られるリターンはその本を読むことにより期待している仕事に役立つ内容だということです。あなたの仕事の実務で必要な知識を得るために本を購入するので、その本には期待している内容が書いてあること自体が求められます。ここで費用対効果を図解したのは本を読むという選択肢においての図です。本を読まないという選択肢もあります。そうすると次のようになります。はい、こうですね。本を購入したのに読まないという選択をするということは、コストとして9時間という読書にかかる時間は消費せずに済みます。ただしリターンとして何も得ることができなくなってしまいますね。このような状態だと合理的な判断はどちらでしょうか。この時点でサンクコスト、つまりすでに消費してしまっていてリセットが不可能ということになってしまう部分はどこかというと、この赤字の部分になります。本を購入して手元に来た時点で探した労力と3000円はもう取り返すことのできないサンクコストというものになります。ここでサンクコストはもうすでに支払ってしまっているので、そこを考慮せずに考えてみるとこのように表現することもできます。期待している内容が手に入りますので、9時間というコストを支払って読むという選択をするのが合理的でしょう。ここで本を読み進めていくとします。読書10分後にあれと違和感を感じます。この本欲しい情報が書いてないやんけ。30分後にはその違和感が確信に変わってしまいます。そういうことが発覚したとすると、この後も読み続けるのかそうしないのか、つまり読むか読まないか、その選択をすることができますが、あなたはどちらを選びますか。その2つの選択肢の費用対効果を図に表すとこういうふうになります。はい、このようになりますね。本を買った時点では得られるはずだった実務で使える知識などは得られない内容になってしまいまして、実質リターンとして得られるものは何もなくなってしまったとします。ここでサンクコストとなるこの赤文字の部分はすでに支払っていますので取り返すことができません。ですので除外して考えることにしましょう。そうするときれいさっぱりこのようになります。読む読まないの選択肢を比べたときに、読むという選択をした場合はコストとして 8.5 時間の時間を費やすと、その代わりにリターンとして何も得られるものがないと、まあ、仕事に関係のない内容が入ってくるということですね。で、一方読まないという選択をすると何もコストもかからず何もリターンが得られないということになります。こうしてみるとどちらの方が合理的ですか。本来仕事のために読書する予定だったのに期待していた効果が得られないのだとしたら、その残りの 8.5 時間を費やして仕事に役に立たない本を読み続ける意味はありますか。あなたの貴重な 8.5 時間をかけるのだとしたら、他の本を読んだりすることの方が合理的なのではないでしょうか。本来そのはずなのに、すでに消費してしまったコスト、すなわちサンクコストを、ああもったいない、取り返さなきゃというふうに思ってしまうと、合理的ではないにもかかわらず読むという選択をしてしまう人が多いのです。これらの例から合理的な判断をするためにはサンクコストの存在を知ってそれに惑わされないようにするということが大切です。サンクコストに惑わされないようにすることによって、見通しの暗い研究に見切りをつけることができたり、自分にとって価値の低い趣味への投資を中断することができたりするようになるかもしれませんね。3年付き合った彼氏、全然結婚の話をしてこない、でも3年という時間を費やしたからなかなか別れられない、その3年はサンクコスト、やめとこう。大事なポイントをまとめしますと、これまで自分がどれだけ費やしてきたかではなく、あくまでも現在の費用対効果を考えることが重要です。そうやってあなたの貴重な時間やお金をあなたにとって本当に重要なものに再投資できるようにしていきましょう。それでは活用法の2つ目に行きます。2つ目はやるべきことに楽に熱中することができるようになるということです。そのためには結論として、まず自分にとってのコストをかけるということです。どういう理屈かと言いますと、コンコルノの誤謬から自分のお金や時間を使うということは、せっかくコストをかけたんだからもったいないという心理が働きますよね。この心理を逆に利用してやれということです。例えばもうすぐ夏がやってきますよね。マリンスポーツなんかもとっても楽しみですね。それらを楽しむためには、そう、痩せる必要があります。でも筋トレなんかするのはだるいですよね。なかなか始めようとすることもきついし、重い腰が上がらない。僕も結構そういうタイプです。ただここでコンコルドの誤謬の心理を利用することによって、楽にそのようなやるべきことに注力することができるようになります。それはまずダンベルセットを買ってしまうとか、ジムに契約して通い始めてしまうとか、先に時間なりお金なりをかけてしまうことなんですよね。
そうすると入会金払っちゃったからもったいないわっていうような心理が働いて、朝起きて眠いわ、あー今日も鍛えなきゃな、あーでもどうしようかな、キンキンに冷えたビールが飲みてえよっていう風になったとしてもですね、あーでもお金も払っちゃったし、ひとまず元を取りに行かないといけねえなっていう風な心理になると思います。つまり比較的楽に行動することができるようになるということです。形から入るは理にかなっている、そういうことのようですね。他にもこれは僕の友人の話になるんですが、その友人は野球部に入部しました。その理由は野球が好きだから？いいえ違います。マネージャーが可愛いから同じ空気吸いたいねん、なんという短絡的でアホな理由だなというふうに私は思っていました。当然練習は過酷ですよ。現実は甘くないようですね。彼の先輩方も毎日遅くまで残っていて、素振りやトスバッティングのような練習に一生懸命励んでいて、野球を本気でそもそもやるつもりがなかった彼はもうダメかもしれないと。でも彼はこういうふうに思っていたそうです。始めた以上後悔はしたくないと。すでにもう始めてしまって労力をかけてしまっているものだから、ここでやめるのはもったいないというふうな心理が働いて、後悔はしたくないというふうに彼は言っていると思います。そこから来る後悔したくないという一心で、彼はなんとか練習に耐えたんです。そして来る日も来る日も練習をして、いつしかヒットが打てるようになるんです。ヒットを1本打てるようになって、手応えを感じるようになった彼は、さらにハードに練習に励むようになり、そのハードな練習をやり続けた、そんなある日ホームランが打てるようになるんです。そこで彼は実は野球が好きだということに初めて気づいたそうです。この状態ってもう熱中ということになってますよね。ああいいよね、あいつは一生懸命になれるものがあってさ、っていう風に見ている人は言うのかもしれないですけれども、彼は別に最初から野球に本気であるわけではなかったと思います。最初はマネージャーが可愛いとかわけのわからんことをほざいて、同じ空気を吸いたいとか気持ち悪いことを言ってついていって、練習をしていった先に興味を持ったわけですので、つまり最初から熱中していたわけではなくて、一生懸命に練習したからこそ熱中という状態になれたのではないでしょうか。自分が熱中できることだから本気でやるというわけではなく、本気でやったから熱中できる、そういう結論が導き出せるんじゃないのかなと私は思います。この動画を見ているあなたにとっても、自分の人生においてやるべきことがあるのだとしたら、まず自分の時間や労力を費やしてみること、持てるものをたくさんつぎ込んでみたら、サンクコストの心理効果が自分に有利に働いて、あなたの背中を後押ししてくれる、そう言えるのではないでしょうか。コンコルドの誤謬について理解し、ぜひ効果的に活用していきましょう。それでは本日のまとめです。コンコルドの誤謬とは、サンクコストにあなたの意思決定が惑わされてしまうという心理的傾向のことでした。この傾向を知ることによって、合理的な判断を維持できたり、やるべきことに楽に熱中することができるようになります。本日の内容は以上です。ビジネスパーソン予備校を略してビジ予備。このチャンネルでは引き続き、ビジネスパーソン向け明日から使える知識やスキルを誰にでも分かるように解説をしていくチャンネルです。今日の内容が少しでも役に立ったぞという方は、ぜひチャンネル登録をして一緒に引き続き学んでいきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。